ヒッタイト語は、インドヨーロッパ語族のアナトリア語派に属する言語。アナトリア半島中央部のハットシャを中心とするヒッタイト帝国で使われた言語で、設計文字によって年度版に書かれた、紀元前16世紀から紀元前13世紀頃までの文書が残っている。第一次世界大戦中に解読された、インドヨーロッパ語族の言語のうち最も古い文献の、 残る言語である。ヒッタイト語は、他の陰王語と異なる点が多く、早い時期に陰王語から分離したと推測されてきた。陰王語族の、姉妹言語と考える研究者もいる。中央アナトリアには非インドヨーロッパ語族の言語である、ハッティ語を話す、先住民のハッティ人が住んでいたが、おそらく紀元前3000年紀頃ヒッタイト人の祖先がやってきて、先住民の名を自称した。 ハットシャやハットシリーッセイ、ヒッタイト、ヒッタイト語などの名もここに由来する。ヒッタイト語の文書では、自身の言葉を、ネシリーと書いている。またカニスムナリー、カネシュの言葉でと記された場合もある。カネシュは、今のキュルテペのことである。キュルテペからは、ヒッタイト王国の起源の上で重要な兄った王宮の名前を記した聖堂のやり先が、発見されている。 19世紀末に、フリンダーズ・ピートリーが、エジプトのアマルナを発掘し、多数の粘土板を発見したが、その中に、アッカド語と同じ文字を使ってはいるが未知の言語で、書かれたものがあり、アルザワ書簡と呼ばれた。ノルウェーのヨルゲン・ク・ヌートソンが研究し、アルザワ書簡の言語が、インドヨーロッパ語族の特徴を持つことを1902年に、 発表したが、当時は、受け入れられなかった。1906年に、フーゴー・ウィンクラーを隊長とするドイツの調査隊が、ボアズ・キョイを発掘して、多数の年度版を得た。そのうちに、アルザワ書簡と同じ言語で書かれたものも含まれていた。アッカドゴで書かれた、年度版から、ここが、ヒッタイトの首都であるハットシャであることが判明した。ィンクラーの没後、1915年に、 チェコのベドジフ・フロズニーが、この言語が、インドヨーロッパ語族に属すると結論付けた。その後は主にドイツの学者によって研究が行われ、ヒッタイト語は正確に理解できるようになっていった。ヒッタイト語資料の年代確定には、難しい問題があるが、一般に古ヒッタイト語、中期ヒッタイト語、新ヒッタイト語の3期に分けられる。ヒッタイト語は、紀元前16世紀から、 紀元前13世紀の設計文字で記された年度版文書によって記録されている。ハット社から出土した文書が大半を占めるが、他にマシャト・ヒとユクやウガリットからも多数の年度版が発見されている。それ以前からヒッタイト語がアナトリア半島で話されていたことは、キュルテペで発見された紀元前19世紀のアッカド語文書の中に、 筆体と語からの借用語が見えることからわかる。筆体と設計文字は、悪化度語の設計文字を借りたものだが、その読みには、様々な問題があり、筆体と語の音韻体系を知ることを困難にしている。設計文字の聖書法は、標語文字と音節文字の組み合わせだが、常に、標語文字でしか書かれない単語は、意味はわかるものの、どう発音するのかわからない。 音節文字は V、CV、VC、CVC があるが、セム語になくてヒッタイト語にある3つ以上の、子音結合をうまく表すことができず、余計な母音を加えることによって表現している。悪化度語にある無性と優性の区別は、なぜかヒッタイト語の正称法では、無視されているため、無性なのか優性なのかわからないことが多い。母音間のシは、VC、CV と書かれた時に、 無声音、VCV と書かれた時に、有声音という、いわゆるスターティバントの法則があるようだが、この書き分けができる場所は限られている。実際には、無声と有声の対立ではなく、針、緩みの対立かもしれない。筆体と語には4つの母音が存在する。母音には、長短の区別が存在する。ただし、設計文字の制約により、 E と I の区別がつかない場合が非常に多い。半母音には YW がある。シー音には以下のものがある。高音がどのような音かは正確にはわからない。強制のある音節では開け音節の単母音が超音化し、強制のない音節では超母音が短くなる。ヒッタイと語はインドヨーロッパ祖語の高行外音 KGG と南光外音 KGG が共に。 KG に変化しており、これは、ケントゥム語の特徴である。ところが、同じアナトリア語派のルイ語では高校外音が、Z、TS に、さらにリューキア語では S に変化しており、さて、無語的な特徴を示す。筆体と語には、インドヨーロッパ語の喉音のうち、H と H が、部分的に残っている。これらの音は1879年。 他の陰謀語の母音化に基づいて、フェルディナンド・ソシュールが予想したものだが、他の知られている陰謀語には単独の音素として残っていない。ヒッタイト語は、この点では、非常に古風である。ヒッタイト語は、他の古いインドヨーロッパ語族の言語と同様に、屈折語である。コヒッタイト語の名詞には、生物と無生物の二性がある。男性と女性の区別は、 最初からなかったのではなく、古くはあったのだが、音音変化の結果消滅したと考えられている。数は、単数と複数がある。総数があるという説もあるが疑わしい。角は、単数の場合、主角、骨角、対角、属角、予角イコール初角、向角、脱角、具角の最大8種類があるが、複数では主格格、主角と骨角、 余格イコール初格と降格が合流する。新筆体と語では、格が単純化し、単数で5種類、複数で3種類しか区別しない。なお、脳格を第9の格とする考え方もある。形容詞、分詞、代名詞は、名詞と、性、数、格を一致させる。比較級、最上級は存在しないが、ベーダ語やホメロスにも、 同様の言及を使った比較級、最上級の代用表現が稀に見られる。代名詞の変化は極めて不規則である。認証代名詞には強形と弱型があり、三認証には弱型のみが存在する。また、名詞に後続して所有者を表す接語形の認証代名詞も存在する。数詞は表音文字で書かれることが少ないためによくわからない。 音が分かっているのは1から4までに限られる。動詞は認証と数、対時性、方で変化する。接続法や気球法は存在せず、希望などは接続助詞、万、万を使って表現する。古代ギリシア語に見られるアオリストや官僚も存在しない。唯一の分子として過去分子がある。持つやあるを意味する動詞と分子を組み合わせた。 右言法があり、形の上では英語などの官僚型に似ているが、官僚とは意味が異なり、動作によって得られた状態を意味する。動詞の活用は、能動単一認証単数形の形によって、未活用と廃活用の2種類に分かれる。後者は、型の上では他の語派の官僚語尾に基本的に一致するが、その由来に関しては、議論が分かれる。 最も普通の語順は SOV 型であるが、動詞を強調するために前に出すことができる。文の最初に来る要素の後ろに、一つから六つまでの、接語を加えることができる。したがって接語は、文の二番目に置かれる。接語には、そして、しかしなどの接続的な意味、というなどの引用、代名詞の接語形、アスペクトを表すものなど、様々なものがある。 節語の多様はヒッタイト語を含むアナトリア語派の特徴である。ヒッタイト語は分裂脳核言語であり、無生物名詞が他動詞の主語になる場合には脳核型を取る。ヒッタイト語はインドヨーロッパ語族本来の語彙をかなり失っていて、語彙の約8割が釈用語であるという。親族名称は、アったアンナ、あんな、ひ、はんな、マイナスのように、ほとんどが、 用事語的な特徴を持つ語に置き換えられている。筆体と語の中には、ハッティ語、フルリ語、アッカド語からの借用が頻繁に見られるが、かつて言われたようなハッティ語が基礎をなすという説は、誇張に過ぎ、現在は認められていない。インドヨーロッパ語族本来の語彙が少ないように見えるのは、現存する文書が、 祭儀に関するものだからで、基礎語彙に限れば少なくとも75%の語彙は、インドヨーロッパ語に起源を持つ。一部の比較言語学者は、アナトリア語派が、他のインオー語各語派祖語よりも早い時期に、原因王語から分かれたと考えている。スターティバントラは、インドヒッタイト祖語を想定して、そこからインドヨーロッパ祖語とアナトリア祖語の二つが、形成されたと考えたが、 この説は一般には認められていない。2003年に、ニュージーランド・オークランド大学のラッセル・グレー博士らが、分子進化学の方法を応用して、陰王語族の87こと語を対象に2449の基本語を調べ、言語間の近縁関係を数値化しコンピュータ処理して、言語の系統樹を作った。その結果、紀元前6700年頃、 ヒッタイト語と分かれた言語が、インドヨーロッパ祖語の起源であり、ここから、紀元前5000年までに、ギリシャ語派やアルメニア語派が分かれ、紀元前3000年までに、ゲルマン語派やイタリック語派ができたことが、明らかになったと主張したことがあった。インドヨーロッパ語族の起源として、考古学的には、紀元前4000年頃の南ロシアのクルガン文化と、 紀元前7000年頃のアナトリア農耕文化の2つの説が有力視されていたが、博士は以上の結果は時代的にはアナトリア仮説を支持するものであると考えたのである。ただし従来ヒッタイト人の支配層の先祖は古代のいずれかの時期に国会等がないし北岸方面から南下し、アナトリアで貧王語族の原住民を同化吸収して、 ヒッタイト社会を形成したというのが通説である。このうち政治的に決定的なものは、紀元前2000年頃アナトリアに移動してきた集団とされたが、北方からアナトリアへの文化の移動の波はこの集団のみによるものとは確定していない。さらに、ヒッタイトが古い時代から一貫してアナトリアにいたという証拠はない。すなわち仮に、 紀元前6700年頃、アナトリア語派の集団が、他のインドヨーロッパ祖語の集団と分かれたとしても、後に、筆体都支配層に発展することになる、集団群の方が、高ーカサス北陸からアナトリアへ向かって次々と移動していったという可能性は、インド筆体ト祖語仮説やグレイ博士の研究によっても、否定することはできないことを見逃してはならない。 マイコープ文化とヤームナヤ文化の位置関係後に、筆体都市配送となる集団の方が、コーカサス北緑の元凶から南下していったシナリオでは、紀元前6700年という古い時代に、コーカサス北緑内市国海北岸の元凶から、アナトリアへ向かっての一定距離の移動をした後、他のインドヨーロッパ祖語の集団が、コーカサス北緑のどこかで、後の時代にクルガンを作る風習をはじめ、 これを発展させて、インドヨーロッパ祖語の社会文化の基盤を形成し、その後この社会文化が周囲に伝播することで複数のクルガン文化群が形成されていった可能性と全く矛盾しない。これは、紀元前3700から2500年頃ろ、国会東岸から南岸にかけて広く存在したマイコープ文化の初期及び、 同時代の国会北岸のやむな文化に共通するクルガンの風習によって裏付けられる。ヒタイト語が文化した後にハッティ人などといった非インドヨーロッパ言語の原住民を同化吸収する過程で、意思疎通の必要性の増大により文法の単純化が起こったと考えられている。例えば、 他の言語と異なり、指小型をはじめとした幼児的表現を日常的に多用するポーランド語やチェコ語など一部のスラブ語派の言語同様、親族名称に幼児語的なものが多いことから、筆体と侵入の早々期における社会の急激な変動が示唆されている。これは古い言語ほど文法が複雑であるという、すでに広く定着している仮説に則っ,っている。 単純化の現象はトカラ語でも見られる。これによれば、サンスクリット、リトアニア語、ポーランド語、チェコ語などは、文法上、他の言語よりも、陰謀語の個層を保存していると考えられる。反対に、古い言語ほど文法が単純であるという仮説を取る。人々は、ヒッタイト語やトカラ語の文法の単純さこそが、 陰王語の個層を保存していて、その後その他の言語に変化が生じたとする説を取る。ありがとうございます。